死後最も稼いだ有名人ランキング。アメリカ経済誌フォーブスが死後最も稼いだ有名人ランキングを発表しました。今年の1位はマイケル・ジャクソン、およそ150億円を稼ぎ出し2年連続でトップ。2位はエルビス・プレスリー、3位はスヌーピーの作者チャールズ・シュルツでした。ちなみにこのランキングは遺産管理者や弁護士、ライセンサーに連絡を取り、それぞれの年収を推定したそうです。私が弁護士です。そんな人がなんか聞こえます、ね、怖いですね。怖いですね。2014年死後最も稼いだ有名人ランキング、はい、いや1位マイケル・ジャクソン150億円、エルビス・プレスリー58億円、チャールズ・シュルツ42億円、エリザベス・テイラー26億円、ボブ・マーリー21億円、マリリン・モンロー18億、ジョン・レノン13億、アルベルト・アインシュタイン12億。アインシュタインが12億、12億、ね、はあ、そんな感じです。ブルース・リーいたり、スティーブ・マックイーンといたり、いろいろですけど、ジェームス・ディーンに至っては9億6000万だったよ。全然稼がねえんだな。いや、だいぶ稼いでますよ、9億6000万。死んだ後ですから、死後ですから、死んでも稼げるってすごいっす。そうか。まあでもこれは、まああれだろうな、親戚とか、まあ家族がまあ助かるけど、うん、まああまりす、ね、マクロがこういうので募金したりするんだな、チャリティーとかしたりですね。それこそノーベル賞みたいなもんでしょ、うん、あのね。まあでも、やっぱり、生きてるうちに使った方がいいのかね。まあまあまあ、こっちが幸せなんだよね。いや、使えるだけ使った方がいいじゃないですか。使えるだけ使った方がいいって、なんか芸人、古い芸人論みたいなこと言ってくれるじゃねえかよ。いやいやいや、使った方がせっかく自分で稼いだ金ですから、それは使い切ってね、あとはもうお前ら自分らで生活しろよっていう、俺はもうもったいないですよ。お前らって奥さんも入ってんの？あ、いや、まあ、奥さんにもそんな無責任なこと言うの？いやいや、奥さん、奥さん、かわいそうじゃん。いやいやいや、そういうの気にされる方なんですね。いや、え、だって自分の葬式もやんなきゃいけないし、うん、墓石も建てなきゃいけない、うん、残った家族の面倒のお金もいるのにさ、うん、それ全部自分で使っちゃって、うん、あとお前ら勝手にやってくれるの、うん、最低の男だな。いやいや、ちょっと残します、なんで最低な男で終わらすんですか。え、だってそうじゃん。いや、そこまでのことは、いや、せめて石沢はヒゲぐらいは残すだろ、だってもう。そうですね、死んでも伸びてますからね、ヒゲは。おそらくですけど。相続するんですか。そういう森ができるもん、ね、できるんですね、もう。うん、次のジブリの作品ですね。そうですね。ヒゲの森。ヒゲ伸びまくっても、ね。ヒゲの森だな。ヒゲの森を焼き尽くすために、やっぱり、一人の少女が立ち上がるんだよな。だけど、最終的にヒゲが勝つけど。完全懲悪じゃないですか。続いてはあいつこんなこと。